はい、どうも、こんにちは、木戸です。村人その2を、誘拐してきました。湧いてますね。火薬。ああ、もしかして持ち物がいっぱいすぎる。とりあえず卵チャレンジするか。さあ、何匹生まれるかな。32の39分の12345 5匹かな。結構生まれましたね。一匹出ちゃった。出ちゃったらちょっとお亡くなりになっていただくしかない。なんでここにも湧いてんの？部屋の中を明るくしたいね。あ、あと村の集会所をまず作ってやろう。村の集会所はとりあえずこの辺にしとく。この辺で。おんま、どっから入った、そこ。マジかよ、入れんように柵しとったのに。なんで入ってくれてんじゃん。ちょ、勘弁してください。うん、そこ、一回入ったら、出れないんだわ。こっちの出口開けとくから、夜には帰ってきて。さあ、もう一人も解放してあげましょうか。ちょっと、入れんようにしとこう。俺の、ガードが甘かった。トロッコがインベントリを圧迫している。飲むかな。多分この辺をスルッと抜けちゃったんだろうね。そういうことをしないでいただきたい。よいしょ。可能性としてはこっち側もあるかな。
さあ、で、こっから村を発展させていきたいから、これと同じタイプの家を、もう一個隣に作りたいな。これ全部で何マスだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11マス。11マスね。ここが、間が、1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。こうでいいのかな？うん、せっかくだから色合いを変えて逆にしてみるか。アカシアの階段を作って、アカシアベースでジャングルの木を使う感じ。となると、フェンスはまあいいか。でも、アカシアの、違う、ジャングルの木材、ジャングルの木材がいります。ジャングル今ない、ないんだわ。育てんと。あ、帰ってきてる。ちょっと今のうちに封鎖しとこう。封鎖。もう一人はどこ行ったよ。もう一人。あれ？もう一人どこ行った？家の中かな？こっちにはいない。オレンジか。いねえ。うっそ。俺は確かに連れてきたぞ。まあ、そのうち、どっかから現れることを願おう。で、ジャングルの原木はこれしかない。で、ちょっと。子猫で育てるかな。ジャングルの骨が確か、よし、ある。ジャングルの木を植えて育てる。こっちも育てる。村人、マジでどこに消えたんだろう。ここ登ってったとかじゃないよな まさかとは思うが。ベッドに帰ってきてないね。
マジ俺がさらってきた村人が突然消えたんだが、うまるふういしょ、立派な木。届かん。お前さん、相方を見てないか。はあっつってるけど、見てないっぽいな。ジャングルの、とりあえずジャング、階段か。階段から作ろう。アカシアの階段。真ん中どこ？あ、12じゃ足りんか。アカシアの階段。マジで、やつがどこ行ったか知りたいんよな。いくら柵で囲ってないとはいえ、でももうこんな広いのに、広いっていうか見渡せんのに、いたらわかるんよ。いない、いないって何？いない。あれ、もしかして。おいー。いたこった。はあ、じゃねえよ。心配したかな。ちょっとボード持ってくるからちょっと待ってろ。いや、まさかあんなとこにいるとは。ボート。いや、でも発見できてよかった。ちゃんと俺の疑問は解けた。よし、帰るよ。何、どこに行こうとしたの？やっぱ階段伝ってって、その結果落ちたんかな。向こうで、あっちで暮らして。
なんならあっちまで送ってってやるから、ちょっとボート乗れよ。よし。ちょっとおとなしくね、この辺で平和に暮らしててほしいんだ。いいか、ここが君の家だよ。いいな。そしたら、なんか数間違ってる？間が1、1、2、3、4、5、6、7よな。1、2、3、4、5、6、あ、ずれてました。1、2、3、4、5、6、7、はい、こっちか。よし、で階段を置いていくと、階段を置いて、ここはアカシアか。ん？合ってる？ちゃうな。ここも階段？からの、ここがジャングル。あ、なんか一段違うぞ。このここがジャングルじゃないとおかしいよな。あ、こうか。これあれだね、端っこは柱が来るね。だから端っこには置かない。これで、端っこにも置いてんな。置いてるわ。置いた上で柱が1、2、3、4段か。アカシア。
日が暮れてきたけど、奴らはちゃんと寝てる？あ、いる。いる。川の字で寝れる。安心感。おはようございます。こっち側はどうだったっけ？とりあえず、埋めるか。おっと、足りない。うん、これもなかなかいい感じ。アカシアの階段がもっといるな。あとちょっとこっちの窓どうなってたか確認。二つか。よっしゃ。階段いっぱい作ろう。いっぱいっつってもこんなもん足りっかな。いいね、高床式。もっと足りないかもしれない。っていうか足りないな。まあ足りんかったらまた作ろう。ここは足りるんよ。ここは足りるんだけど。この縁部分だね。ここが足りんから。お、サトウキビがよく育っている。回収。
アカシワはまだいっぱい植わってるし。違うな。どう置けばいいんだ。こうか。これ置くのむずいね。俺が下手なだけかもしれん。まだ足りない。あとハーフブロックも作っとかんと。アカシアはまだあるな。ジャングルのハーフブロック。目の届く範囲に村人がいると安心するね。よし。これで天井部分は完成。で、ハーフブロック。これで囲うと一気に高床式っていう感じがする。出来上がり感が。あ、そういや、ガラスってまだあったっけな。なぜ飛んだ？よっしゃ。第二のお家も完成しました。完成じゃなかった。ガラス、あとドアはジャングルのドアでいいか。よし、完成。上から見よう。上から見たい。ああ、いいね。いい位置に村人もいてくれてるね。いや、俺の島の俺の家が中心っていう感じがより良い。ちょっと一回木材切るか。ちょっと余計なものを置いておいて。あ、こっちもベッド、こう、ちょっと人増やしてみる。ちょうど、
おねんねの時間ですし。パン拾ってくんねえかな。さあ、飛び起きてパンを拾うがいい。拾うの下手くそか。おやすみ。さあ、これでちっちゃい人が生まれるはず。お隣の家にもベッド設置しとこう。生まれてない。ご飯が足りませんか。ちょいちょい笑い声が聞こえるなと思ったら、これアレイさんか。ガスとかと思ってちょっと身構えた。あれ、ここどこに原木が残ってるんです？足はいっぱいだね。アカシアばっかりになっちゃったから、ジャングルの木を植えたい。あ、つかもう時間になってるのか。骨子があると早いね。さあ、だいぶ村らしくなったっしょ。最低2人はいて、で、集会所もあって。あ、井戸作ってあげたいんだった。次回井戸作るかな。井戸作ってあげたい。いや、もう、この眺めが好きすぎる。はい。というわけで本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。